お疲れ様アンサーチャカポコです。今日は緊急に動画回します。これが言いたいだけなんですけどね、今日のテーマはね、お金持ちになる方法についてです。どうぞ。ここ最近ですね、ショート動画の再生回数が伸びてるんですけど、一番伸びてる動画はお金持ちになる方法という動画です。これがですね、1万回再生回数、初の私にとって初の1万再生超えの動画となりました。でもう一本あるんですけど、同じような動画を何本か上げてるんですけど、もう一個の方は今9500ぐらい再生回数いってるのかな。とにかくよく見られてるということで、まあね、何が原因かなという気がするんですけど、その中でね、コメントが何件かありましたんで、ちょっとね、それについて解説してみたいと思いますけど、まずね、お前は資産いくら持ってんだというご質問がありました。確かにお金持ちになる方法ということを語っている以上、自分はお金持ちなんだろうなというような話だと思うんですけど、まあね、そんなに私はお金持ちではありません、はい。ただお金持ちじゃない、お金持ちになれなかった人間からして、こうすればよかったというお金持ちのなり方ということでご紹介させてもらってます。だから毎日仕事もしてますしね、ちっともお金持ちではありません。お前資産いくらあんねんって話がありましたけど、大したお金は持ってません、すみません。ということでね、あとね、お金持ちに見えませんっていうのがあったね。お金持ちに見えない、確かにね、毎回同じ服ばっかり着てね、本当これしか持ってないんかいっていう話ですけど、まあね、一つはキャラクター定着させたくて毎回同じ服着てるっていうのはあるんですけど、まあそれにしてもね、お金持ちこんな格好してないです多分ね。いや、ていうかね、隣の億万長者っていうアメリカでの本がありますよね。私読んだことあるんですけど、本当のね、真のお金持ちっていうのは、実は自分がお金持ちっていう雰囲気を消したがりますよね。そう見えないのが実は本当のお金持ちなんですよ。だから着飾って、今 YouTube でありがちですよね、グッチの服着たり、ルイ・ヴィトンの服を着てたりね、成功した YouTuber でありがちなんですけど、そういう感じじゃないですよ。もういかにも金持ち風じゃない人の方が多いみたいですよ、本当のお金持ちっていうのはね。まあ、それはそうです。あんまりね、きらびやかな格好してて狙われてもしたらね、大変ですから、そこはやっぱ隠したいところなんじゃないですかね。まあ、お金持ちには見えないんで信憑性がないみたいなコメントもありましたけどね。まあね、最近いろいろコメントもつくようになって面白いですね。メンターについて語ったですね、動画でショート動画作ってあげたんですけど、これは賛同の意見がありましたね。私もあなたと全く同じ考えですみたいなとね、コメントがありました。人生にとって大事なのは友達ではなくて師匠ですよと、メンターですよと、うん、友達っていうのは屁の突っ張りもなりませんみたいな話をした動画には賛同のコメントがついてましたね。まあね、今までずっと身内のね、会社の知り合いの
方がこういつもコメントしてくれるのは、まあ、それもそれはそれで嬉しいんですよ。嬉しいんですけど、全く知らない人からのコメントっていうのもね、まあそのアンチコメントみたいなやつもね多いんですけど、やっぱりなんか楽しいですね。でショート動画が、あのね、まあ、バズってるっていうほどではないけど、まあ、1万再生ぐらいいってるんで、まあ、私の中ではもうバズりですよね、これね。今まで何百ぐらいまでがねしか行ってなかったのが1万再生ですから、これはかなりね大きいわけで、だからね、だからそれに伴ってチャンネル登録者数も増え方がだん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 加速度的にこうなってきましたね。今まで1日何人とか、下手したらね1週間に1人とか、そのぐらいしかチャンネル登録者数増えてなかったんですけど、ここに来て毎日20人ぐらいずつ増えてますよ。本当にショート動画の威力すごいですね。まあちょっとね、もう本編動画ももちろん毎日投稿というのを基本にですね、続けていきつつ、ショート動画もね、そこから本編動画からショート動画作るのがいいみたいですね。私は今までずっとショート動画だけ別に作ってましたけど、本編動画からこのなんだその CM 的に、その本編動画に誘導するための動画的にショート動画を作るのが意外と見られるコツなのかもしれないですね。まあね、いろいろやっぱりねこう長いこと続けるといろんなことが分かってきますよね。1万再生いきましたんでね、今度は2万再生目指してちょっとまたショート動画作ってみたいと思いますけど、そんな感じでね、今日も今から仕事ということで、この動画をまた編集してアップしたいと思いますけども、それじゃあ今日の一言、YouTube 動画で再生回数、登録者、チャンネル登録者数増加で苦しんでる方、ちょっとねショート動画に力を入れてみてはどうでしょうか。あれ、俺今日の一言って言ったかな。じゃあ今日の一言、これからはショート動画がいいですよ。それじゃあ行ってらっしゃい。